ジャンナビリーチ、プロ雀士もやっている本格派オンライン麻雀ジャンナビ。あいまん。ドンドムさんのアイコン可愛いな。アイコン。豚の。ああ可愛い、本当だ。あ、ブーやから豚か。なるほど。はい、始まりました。最終戦の6半ちゃん目、親がトントンブーさん、ドラがいいピンです。さあ、お、ダブトンがドイツ、いいですよ、このハイパイ。いいですね、かなりいいですよ。まもなく、上のところに点数が表示されると思います。対局中に表示されるのかな。うん、あ、トンやからトン、はい、ごめんなさい。なるほどお前トンもですし、豚もですし、みたいな、うん、めっちゃ豚やった。確かにトントンブーってだいぶ豚っぽいですね。うん、豚っぽい。豚。さあ、これユアンさん、テンパイどうする、はい、パーピンで外します。ピン風に持っていこうという感じですね。はい、さあ、トントンブーさん間に合うか。ああ、これでヤムピン、はい。もうダマですね、もう最終やし。無理をする必要なしっていう感じですね。フリテンはリーチはチョンボになるんですけど、流局、はい、はい、でも積もることは大丈夫です。さあ、ポイントが出ましたね。トントンブーさん現在マイナス57ポイント、はい、お、だいぶ返済しましたね。はい、うん、なんでこの半チャンで100ぐらいのプラスを叩けると可能性があるなという感じですね。はい、はい、あ、じゃあさっきの2回の半チャンで100点ぐらいはいね、変わったんですね。さあ、一気に染めに行きます。意外とリャンウーピン追加、うん、しかもこれトントンブーさん単数ピン払ってるとウーピンが当たりになってたんで、うんうん、結果的にはうまくいってますね、これ。そうですねナイスな選択。ペンサンゾー、うーん、まあジャンソンさんの立場からいくと、もうとにかく点数を増やそう増やそうっていう感じになるんで、トントンブーさん、関数ピンテンパイリーチでいいと思うんですよ。トントンブーさんは関数ピンのテンパイ、うん、親ですし、これ上がったら大きいです、ね、うん。さあ、数ピンは残り1枚か、うん、トン出たら泣くんかな。さあ、ここはリャンゾーいいそういいそう、ファンゾー、ピンズが高い。うん、ペンサンゾー、みんなにピンズが高い、すごい。もう川もめっちゃ想像ですもんね。はい、あ、さあ、これテンパイサンゾー切ってスーピン短期、一緒、スーピン対スーピン、2人ともスーピン、スーピン、スーピン、あ、これ出るな、これ出るかもしれないですけど、はい、あ、出ました、ダブロン、ダブロン、はい、チートイ 1,2,3,4,5,6,7 兆と、おぉ、縦本 1,2,3、 え、ハネマンと終わりました、これ。いや、終わらないですね。ハネマンとバイマン、親がハネマン、はい、で、子供がバイマン、先天の恋、はい、なんと、なんとまあね、張ってったんでね、致し方ない、まあ、これを振ったところで、うん、ユアンさんは大丈夫なので何も攻める必要はないんですけども、はい、まあ、しかもね、場がとんでもないようになりましたね、これ。トントンブーさん、ただこれちょっとトントンブーさんの立場からすると、うん、2人飛ばしとかは、まあ、あの、少なくとも1人を2人とも沈めたかったん で、ね、ちょっと今の上がり嬉しくはないと思うんですよ。でも上がらない、ね、上がらざるを得ないんですけどまあこのまま例えば、まあ、うん、ユアンさんを軽く飛ばしてもプラス60ぐらいしか入らないんで、うん、そうなるとちょっと厳しいですね。チップ欲しいですよね、はい、大きく飛ばしたいですよね、うんうん、これは一歩前進。本当麻雀って何があるかわからないですね、うん、あれで 34,000 点の報酬です、ね、なくなるってお、先輩ピッチしますかね。サブロビン待ち、まあ、あー、はい、行きましたね、ピッチしました、はい、サブローピン。さあ、これを積もるともう終了です。そうですね、
まあ、ジャンソールさんも、あ、これジャンソールさんから出ました一発。あ、なんとこれは、うん、逆にこれワイルドカードの目がすごく、トントンブーさんからすると最高の上がりですね。はい、はい、リーチ一発ドラッサン、はい、2000は1万3000の1枚、うん、これでだいぶワイルドカード濃厚になるんじゃないですか。はい、うん、まあ、これで、まあこのまま飛ばせると70、うん、ちょっと入って、はい、でチップの分と込みで75ぐらい、まあ、プラス20ぐらい、あとはその最後の上がりで、はい、まあ、10ぐらい増えてプラス30ぐらいっていう感じですかね。これで羽マンツモだと40ぐらい、ね、なんかもう行かないと、全通しないともう仕方ないですもんね、うん、はい、うん、ここで羽マンツモで、まあ、裏1枚とか乗ると、はい、多分ワイルドカード濃厚かなっていう感じになってきましたね、うん、そして今も赤いので、ね、うん、目がチカチカする感じなんでいけるんじゃないですか。もう長車輪とか狙うかな、うん、竹に行った、うん、さあどう寄せていく、トンから、まあ、ユアンさんもトン泣かなかったですね。もうこのまま飛んでいいやっていう感じですかね。そうですね、もう別にいけるしみたいな、はい、うん、300ぐらい貯金がありますからね、うん、自分でわざわざ飛び回避して長引かせる必要もないしっていう感じですか、うんうん、軽く飛ばしてくれたらええわってなってるかも。デジタル、うん、デジタルだからもう楽でしょうね、気持ち精神的に、うん、お、さあいい数を引いて、はい、これでチート率のいいシャンテンですが、かなりメンツでのいい形になりました、はい、ジャンソールさんも、うん、すごい縦本に近づいてきました。なんかあんこになりました。お、うん、ややこしい配置きましたね。まあ、チーピンが、赤ウピン使い切るならチーピンが一番いいですね。クイタンの仕掛けがないんで、はい、ああ、トントンとしましたけど、はい、チーピンがちょっといいなっていうふうには見えるんで、こうなるかなっていう気もちょっとしましたけど、まあまあしょうがないかなと思いますね。十分リカバリーは効くと思います。リカバリー、リカバリー、リカバリー、かっこいいですね、なんか横文字よう言いますやん、言います、初めて聞いたかも。いやいやいや、麻雀配信あんまり見てないでしょ。見てますよ、最近めっちゃ DVD 見てますよ。バレますよ、そんなこと。いや、ほんまに DVD 見た見ましたよ。さあ、この白は仕掛けました、はい、ユアンさん、スーチー総天杯、うん、またチーピンがドドドドドンってなってますね。何枚くんねんって感じですけど、はい、あ、でもこれで引きましたね、はい、さあサブドッソもこれリーチ行ってしまった方がいいと思うんですよね、うん、そうですね、条件考えると、ってリーチ行ったー、リーチ、さあパーソーノータイムドラ、うん、もう知らんって感じです ね、うん、さあスーチー総対サブドッソ兄弟喧嘩バレてますね。もう行くんちゃいます、行かんかな、あ、大きく飛ぶんがあれなんかな、うん、トンとかけるんかな、まあさすがに大丈夫なんですけどね、飛んでも、うんうん、まくらえることは何があってもって感じですけど、あ、トントン、うんうん、トントン、うん、まあなんかもうおとなしくしとこうって感じですかね。テンパイしましたよ、なんとジャンソーズさん、はい、スーチーソー3ぞ2人とも街を殺すような形でテンパりましたね。まあ、ユアンさんも言いましたが、うん、リーチしないんだ、うん、まあリーチしてジャンソールさんから見逃せないとかもありますし、スワンコもありますし、スワンコね、あ、上がってたみたいな、ね、仕方ないね。でもこれそもそもユアンさん脳天だと静かに飛んじゃいますからね。あ、積もりました、おー、これは、うん、リーズモタイヤをイーペーコリーズモタイヤをイーペーコ7 8 8、裏も乗りました、数えリーズモタイヤをイーペーコ8 12 3 4 5 6 7 8 12、 3倍マンですね、3倍マンですね、トリプル、トリプルの1枚、はい、これはワイルドカードいきましたね、絶対いけますよねこれ、はい、うん、トリプった、トリプった、最後トリプった、チーピン、うん、チーピン指さしてましたけど最後からのね、チーピン4枚でちょっと多分イラってきてましたけど、ね、すごい伝わりましたけど、はい、うん、トリプった、うん、はい、はい、
最後、え、最後じゃあ3連勝したんちゃいます？逆に。え、違う？そうです ね、 ね、うん、はい、最後3連勝、3連勝対3連勝、はい、なので3回戦までの成績まだ上に残ってますけど、トントンブーさんマイナス165だったんですが、そこからの3連勝で、うん、はいはい、おそらくワイルドカード達成と。え、どうし、さっきもう楽しないわ言うとったけど、楽しんちゃいますか？多分楽しかったわ言うんちゃいますか？今ウキウキで帰ってくるかもしれない。え、恐竜みたい、恐竜みたい、トリプタ、トリケラトプスみたいな。え、何それ？ え、ザウルスとかやったわ。トリケラトプスって知らない、知らないですか？え、ガメラとかなんやろ。また放送事故でしょ。いや、放送事故ちゃいますよ。いや、一般常識です、一般常識。え、私、え、だって恐竜ですよね。恐竜とか興味あんまりないですよね。いや、トリケラトプスはさすがにね、知らないですよ。まずいっすよ。え、いや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 、女の子そんなん恐竜に興味ない。いや、装備大臣の名前言えないよりやばいですよ、多分。え、嘘。あ、こんなやつ。そんなやつ、そんなやつ、こんな、はい、こんなやつ、はいはい、あはんはんはん、かなりメジャー。さすがに、さすがに、さすがにみんな変わってくれないですよ、これ。え、嘘。え、違う、嘘、こんなんじゃない、こんな、なんか角の。さあ、まあ、うん、後で帰って調べてもらいましょう。はい、はい、戻って、あ、楽しかった。あ、やっぱね、言ったほら予見通りや。はい、それでは、ジャンソウルさんから、ジャンソウルさんお願いします。はい、うん、はい、お疲れ様でございました。もう仕方なかったですね。いや、気持ちかったですね。気持ちかった、はい、楽しかったです。やっぱりね、元芸人さんということで、ね、明るいです ね、はい、手は入ってたと思うんですけど、うん、ちょっと決めきれなかったですね。最後もね、立て本ね、転売してましたからね。リーチは一番打った自信あります。はい、はい、全然店長の麻雀好きでしたよ。気持ちよかった、見てて、はい、はい、こんな楽しそうな店長、はい、はい、はい、ぜひ、僕と一緒に楽しく麻雀打ちましょう。暗い気分の時行こう。あ、もういつでも、いつでも泣きながら行きます。来てください。はい、はい、じゃあお店の PR もう一度お願いします。関西大学前にある神田山ジャンソールです。負けたので悔しいです。はい、阪急と、どうでしょう。阪急の、はい、千里線、はい、北千里線の神田山駅から徒歩2分で着くお店です。近い、うん、3人内4人内ともにノーレートのフリーマージャンやってますので、はい、初心者の方でも気軽にご来店ください。僕と楽しくマージャン打ちましょう。はい、はい、じゃあぜひぜひジャンソウルさんにお願いします。今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。はい、では続いては、うん、後半戦楽しんでいただいたね来ていただきましょうか。はい、トントンブーさん、楽しかったでしょうね。楽しかった、来たもんね、最後楽しかった最後3連勝でしょ。はい、最後3連勝でしょ。あ、ほんまですか。はい、あ、楽しないわ言うとったのに、やっぱ楽しくなったんや。楽しくなっちゃった、うん、はい、これでおそらくもうワイルドカード多分いけるぐらいの点数になります。いけます。はい、プラス69と。あ、ほんまですか。はい、あ、よかった。あ、プラスになりました、うん、なりました、なりました。めっちゃプラスに、だって最後めっちゃトリプったもん、ほら。あ、ほんまですか。めっちゃトリプったって、はい、あ、よかった、はい、嬉しいな嬉しい。はい、じゃあお店の宣伝気持ちよくしてください。はい、お店遊びに来てください。はい、僕多分あんまりいないと思いますけど、はい、いつもは優しい従業員の方がお待ちしていると、はいはい、引っ込み思案でシャイな従業員が、かわいいですね、はい、シャイボーイがたくさん、はいはい、出迎えてくれると思う。はい、出迎えてくれるということで、はい、ではじゃあ多分、はい、ラウンド2残ってると思うんで、はい、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございました。お店長堀ですね。長堀。長堀。長堀。はい。じゃあ1位通過、見事おめでとうございます。岩さんお願いします。強かった。いや、ちょっと。うん、え、不満ですか？不満ですね。リアクもプラスやのに不満？いや、最後のハンちゃんがちょっと、はい、自分のポイントにかまけてちょっとやりすぎましたね。いやでもまあ別に振ってもね。欲しい弁当で。いや、いいの、ちょっと守り入ったりとかしたんで、まあ、なんかどう打っていいのかわからないっていうところはあったと思うんですけど、まあまあ、いやいや、ちょっと、まあ、終わり良ければね、すべて良しですよね、はいはい、うん、じゃあお店の宣伝をもう一度お願いします。お店の宣伝ですか、はい、京阪枚方市駅前にある、麻雀所ゆわん、まあ、フリーのお客さんも、貸し宅のお客さんも、長時間低料金で遊べると思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、
ね、強いからでも、ね、いやいや優しめに打ってください。お客さん来た時はちゃんといっぱい包丁してくださいよ。いつも負けてるんですけど、その時はちょうどダブロン、ダブロン掘ってくださいよ、ちゃんと、はい、来たらダブロン掘ってくれるらしいです。ではラウンド2も、はい、はい、頑張ってください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上で前半戦は終了しましたね。はい、で、はい、続いてね、CM を挟んでからポッチさん、いただきセブンさん、プラチナイレブンさんの対局が、はい、続いてありますんで、こちらをご覧になってお待ちください。